はい、速稼塾の久保です。私の住んでいる広島県福山市でとてつもないね、シャレにもならない事件が起きようとしています。まあいつか来るんではないかなと思ったんですけども、まあ旧日本鋼管ですよね。日本の名だたる製鉄所、製鉄会社なんですけども、その後を継いだ JFE スチールというね、これまた巨大な製鉄会社、福山と倉敷に航路があるんですけども、こちらの方ね、停止するってことなんですよ。まあ原因は鉄鋼の需要がまあ減少したと。例えばね、車がなかなか作られなくなってきて、車に使う鉄がいらなくなったってことで発注が減ったんでしょうね。記事を読んでみましょうか。 JFE スチールは15日、西日本製鉄所福山倉敷市で稼働する航路計6機のうち、福山地区の1機を6月末、もうすぐですよこれ、6月末に一時休止し、倉敷地区の1機を今月末をめどに休止する。今月っていうのはもう4月ですから、2週間ぐらいですよね。新型コロナウイルスの感染拡大で自動車向けなどの鉄鋼需要が大幅に落ち込む中、に航路の停止で生産を調整するということなんでしょうね。全社員約1万5600人を対象に5月から一時、帰休を実施する方向、一時休みってことですよね。労働組合と協議するってことなんですよ。福山地区には3基の航路があって、そのうちの一つを停止するってことなんですかね。で、バンギングと呼ぶ措置でリーマンショック後の2009年3月にも第3航路で実施して以来となるということなんで、いよいよ来たかって感じですよね。で、再稼働の時期は決めていない、要するに鉄鋼の需要が戻ってこないといけないんですけども、これからね、鉄鋼の需要が1年以内とか2年以内に戻るかどうかっていうのは非常に難しいですよ。やっぱね、これはね、かなりシャレにならない事件ですよ。多分私の住んでるこの福山市でも多くの方失業するんじゃないですかね。 JFE スチールなんて言ったら、この地区ではね、憧れの職業ですよ。まあそこに行けば、もしくはその下請けなり取引先に行けば、もう安泰と言われてたらね、そんな憧れのところがどんどん今回はね、停止していって、ちょっとね、勤務が難しくなるんではないかなと思います。倉敷にも工場がありますけど、そちらの方も鉄鋼の需要を見て判断するということなんですけども、社員を一時的に休ませる一時帰休は最大で月3日を予定し、休業した社員の給料の8割を支払うということですよね。で、社員数は福山地区で4400人、倉敷地区で3700人ということです。これね、4400人と言いますけども、下請けですとか取引先とかね、それに関連するような職業を合わせると本当にね、数万っていう、この福山地区っての大部分を動かしている会社といっても過言ではないくらいですからね。それから OB の方も多いですし、非常にね、敷地も大きくって、まあなんて言いますかね、町中がその JFE みたいなところなんですよ、福山市っていうのは。で、呉の方でもね、日清製鋼という会社がありまして、あそこも今度は2023年ですか、完全に操業停止するわけじゃないですか。そしたら呉市全体がもうね、大爆発するぐらいの勢いのある、やっぱ製鉄ってのは日本を支えてきてるんだろうなと思うんですよ。今でもそうだと思うんですよ。で、もうちょっと読んでみましょうか。西日本製鉄所の主力商品の一つが自動車向けの鉄板だと。今回の感染症の件で多くの自動車工場が操業停止、もしくはね、工場を辞めてしまうということで、事業環境が急速に悪化する中、生産を効率化すると。で、結局あれでしょ、従来の JFE のあれですか、あれ、連結決算の見通し、130億円の黒字から190億円の赤字に転落するってことですよ。130億の黒字になるはずだったのに190億の赤字になるんですよね。これが何を意味するのかってことですよね。もう私が言うまでもないですよね。いや、凄まじいことが起きますね、私の生きてる時には。これも私は言葉がないですね、こんなことがいきなり出てしまって。明日からもね、この町はこの話題で持ちきりになると思いますし、転職活動を早速始めるようなね、社員さんとか、それから取引先の方、下請けの方もいらっしゃると思うんですよ。明日からもう発注がないみたいな、急に発注がないみたいなところもあると思いますしね。いや、激動といえば激動ですね。で、まあ私みたいなのがこんなね、のんきに記事読んでて、わ、大変だ大変だって言っても何も変わらないんですけども、これからできることといったら、やっぱりね、自分でビジネスを持っていくことになると思うんですよ。やっぱりこういうふうな大きな会社に勤務するってのも一つの形であったんですけども、どう考えてもリモートワーク進められたりね、なんかその副業やりましょうとかね、投資信託やりましょう、イデコですよとかニーサですよっていう、そんな時代にですね、やっぱりね、そのリスクは高いんだと思います。こういうことが起きるんで。
一気に何十人何百人とか、時には何千人っていう単位で解雇されるわけじゃないですか。で、抵抗できないわけじゃないですか。いくら労働組合があるって言っても、労働組合ができることっていうのは本当にね、今となってはね、そんなに力がないんですよ。知れてるんですよ、労働組合が。いくら頑張っても、労働組合関係する方には申し訳ないんですけども、じゃあね、需要がなくなったものに対して雇用を継続しろなんてめちゃくちゃなことはできないわけじゃないですか。確実に誰かが辞めなければ、会社全体がなくなるわけじゃないですか。そうなった時に誰だったら辞めてもらっても影響がないかなってことを選ぶことになるわけなんですよ。そういうのまでね、労働組合が全員雇用しろみたいなこともできないですし、まあ、そうなると全員雇用して、じゃあ勤務時間を今の3分の1にしましょうって、で、給料も3分の1になりますよってことでしたらなんとか続けると思いますけども、今までのようなね、期待した未来は来ないってことですよね。最近でもアイトラベルって会社がちょっと倒産したんですけども、3億円ぐらいの負債抱えて。で、あそこも大変ですよね。旅行がなくなるわけですから、考えられないですよね、こんなこと。何もかも、その需要も消費も減っていって、生産もしないし、人も活動しないと。で、なんとか人は生きているけども、これ生きてるって言えるのかどうかっていう状況ですよね。やっぱり時に傷つき、時に悲しみ、時に喜び、で、めんどくさい仕事を一生懸命する、で、その中にも喜びがあるみたいなことが、今まで私たちが持っていた価値観、人生だったわけなんですけども、今はもう何もしないでくださいと。活動を7割、8割やめてくださいっていうことで、それを目指すわけじゃないですか。確かに、今回の、伝染病ね、すごく怖いですよ。怖いんですけども、どうしたらいいんですかね、これはね。で、この影響っていうのは、少なくとも1年、長ければ2年、3年続くわけじゃないですか。人生の大事な時期をね、その1年、2年、3年という単位で、こんなことしていいんでしょうか。そしてもう一つ心配なのが、このね、JFE スチールに関連した、日本交換の、その交換病院っていうのがあるんですよ、病院が。この病院の方もですね、外来受付を一時休止なんですよ。まあ、例の陽性反応の出た方がいらっしゃったんでね。で、私もね、今月の27日に健康診断行くつもりだったんですけども、健康診断はキャンセルですね、これで。キャンセルになりましたよ。で、見通しがつき次第連絡をくださるということなんですけども、見通しつくんでしょうかね。まあ私のことなんてね、たかが健康診断だからいいんですけども、やっぱりいろいろね、医療従事者の方も本当にお忙しい中、先の見えないこの戦いにね、最前線で戦ってくださって本当にね、頭が下がるばかりでございます。私なんかがね、健康診断みたいなことで行って手を煩わすよりも、それは今やって、やらないといけないことに集中してもらいたいんで、それ全然構いません。それから、スーパー、小売店、ホームセンターの方、本当にね、日々私たちのライフラインを支えるために、電気や水道やガスとかをね、流すために勤務してくださる方、本当に頭が下がるばかりでございます。そういう人たちがね、一日も休まずに働いてくださる。それから、リモートワークとかね、何ですね、オフィスで仕事をしている人は、在宅で、オンラインで仕事するんだみたいなこと言いますけども、ライフラインを支える方って在宅勤務不可能じゃないですか。ね。だからそういうことも考えてね、やっぱりこう、在宅勤務しましょうみたいな声もかけていかないと、無理ですよ、やっぱり全員が在宅ワークなんて。確実に誰かが、何ですかね、食品を作らないといけないし、確実に誰かがそれを運ばないといけないですしね。で、今日すごく悲しいニュースがあったのは、宅配業者の方がね、受け取りに来たそのお宅の方にもうなんかこう汚いものをね触るような形でつまむような形で荷物を取られたとかね、まるでね自分が感染症を持ってるかのような扱いを受けるみたいなこともあったり、それからスーパーのねスタッフさんも一生懸命働いて生命のリスクもあるわけじゃないですか、大した保護もなく。なのにお客さんのレベルが低い、モラルが低い人が来るわけですよ。で、ぐちぐちぐちしてね、店の人文句言ったりとかね、並ばずに割り込んでみたりとか、よく考えてもらいたいんですよ。そのお客さんでいるってのは別に神様でも何でもないですからね。やっぱり私たちは食品をスーパーに行ったら当たり前に買える。これがね、当たり前じゃなくて本当奇跡だというふうに私は考えないといけないと思うんですよ。本当に、そういうところでね、毎日朝早くから夜遅くまで働いてくださってる方に感謝。ドラッグストアに行ってマスクがないからっていちいち怒ってる場合じゃないんですよ。文句があったらお前がマスクを仕入れてこいって話じゃないですか。たまたま近所のドラッグストアにないからって言ってそこにたまたま従事した人に文句を言うとかね、本当になんか寂しい思いがしますよ。これが日本人の姿だと思ったら。で、これからはね、その JFE スチールもこういうふうに規模を縮小しますからね、他の製鉄所も多分そうでしょう。まあ、そうなると多くの失業者がこの街に溢れて、この国に溢れることになります。それはお金があったからどうにか解決できるような問題ではないと思うんですよ。どうすればいいのか、こういう時こそみんなでね、協力して知恵を出し合って解決しなければならないかと思いますけども、私にも有効な知恵がありません。一旦ここで失礼します。